八田貞義八田貞義は日本の政治家。自由民主党衆議院議員。1979年に君一等随法省受賞。現在の福島県藍津若松市出身。父は陸軍省参予官などを務めた八田総吉。藍津中学を経て1933年に日本医科大学を卒業後、東京市衛生試験所医学部長。 厚生省国立衛生試験所最近部長、日本医科大学教授を経て、1955年の第27回衆議院議員総選挙に自由党公認で福島2区から立候補し初当選。以後通算当選9回。恩給問題に詳しく、予算編成では、党の実力者として恩給予算の適正化に尽力した。自由民主党では池田前を太平派に所属し、 1962年には、第二次池田内閣、第二次改造内閣にて、内閣官房副長官を務めるなどしたが、1963年に、同一選挙区から初当選した伊藤正義が、大平正義の古くからの親友であったため、以降伊藤に地盤を切り崩されるようになる。1976年の総選挙で落選したのを、木に中曽根派へと移り、 1979年の総選挙で帰り咲くが、1983年に再度落選し、政界から引退した。元秘書であった渡辺光造にも地盤を切り崩されたことも大きく影響していた。1986年12月20日死去、去年77。なお、発田の元秘書に早川博中、渡辺敦志らがいる。ありがとうございます。